静岡支部の4989の石原翼です。よろしくお願いします。趣味は自分の車でサーキット走ることです。レンタルカートは最近乗ってないですけど、まあ、車にハマってます。ロードスターの NB なんですけど、20年ぐらい前の車です。まあ、ちょっとこう安いコストで遊べるって意味で、まあ、そういう車を買いました。いじるの改造していくのは好きなんですけど、あんまり僕はもうパーツ買ってやってもらうって感じで、専門の人に、そういう感じです。まあ、乗る方は好きです。まあ、知り合いの人と行ったり、あと兄と行ったりします。まあ最初は複雑でしたけど、今は全然まあ普通にやれてます。なんかあっちはやっぱレース場にいる時は一応先輩として接してるらしいです。まあなんかあの敬語使ったりしてきます。まあ慣れましたもう僕は。はい、一緒の説はあるんですけど、一緒のレースはないです。まあ一緒のレースで走れたら楽しみですね。まあそれは、はい、負けないようには走ります。まあ兄弟で、まあ仕事の話したりですかね。まあ普通に普段の会話もしますけど、もう僕の口から言えることはまあないですけど、まあ外枠から勝てるような選手になってくれたら僕もすごい嬉しいですし、刺激になります。ちょうど兄も桐生走ってるんで、今日最終日なんで、いい着取れるように走ってもらいたいですね。まず準優しっかり乗れるようにして、もちろん成績もしっかり取っていって、一生懸命レース走りたいと思います。これからも一生懸命走りますので応援お願いします。ポーズ、はい、なんか決めポーズありますか？決めポーズ大丈夫です、いけます。大丈夫ですか？はい、勝ち釜、はい、それ気になってたんですけど、それは顎はどうされたんですか？酔っ払って倒れました。いや、多分疲れててフラフラしてて、顎から打って今縫ってあります。結構大きい怪我ですね。まあ3針ぐらいなんで、まだ、まあ家族と伸びてそれでなりました。大丈夫ですか？これでこれ大丈夫です。ちょっとやります、本番で。いや大丈夫です、もうこれで印象的ですもんね。印象的、はい、大丈夫です。頑張ってください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。